はい、インボ飯でーす。はい、チュース。今日ちょっとスタジオがね、とある事情で引っ越しました。あ、新居紹介ですか。今日豪邸にね、富と名声を手にしたので、豪邸に引っ越しました。築50年ぐらいに経ってそうですね。ひどい、この土地は。まあ、ただのレンタルサイトなんだけどね。赤字なのにね、レンタルしちゃって。ね、白字になっちゃう。白目向いちゃいそう。今日はね、フレッシュネスバーガーということで、フレッシュネスな感じでね、イメージはいいよね。最近流行ってるよね、そういう健康系を歌う。ああ、確かに。ちょっと緑色っぽいね。どうなんですか。チェンジアップ。持ち方キムタクかと思って。かっこいいよね、キムタクの持ち方ってさ、こうやってバーガー食うんですよ。あれはさ、全国民惚れるよな。スマップ持ちだな。こうだぜ、だってハンバーガー。木村拓哉さんだからかっこいいのかな。そもそもこの持ち方がかっこいいのかわかんねえ。キムタクだからかな、やっぱ。宮本さんやってみてください。ちっちゃすぎてさ、有効キャッチャーみたいな。キムタクはこんなん無理でしょ、さすがに。小学校低学年のボールみたいな。こんな感じでしょ。おにぎりみたいな形になっちゃって。キムタクがかっこいいってことですね。なんかジョジョ園の弁当食いてえな。あ、食ったことあんのかよ、お前そんなの。また食ったこと。まあということでね、今回の本題は最近監視社会というかね、やっぱそっち方向に向かってるじゃないですか。前も馬面ビデオで動画にしたと思うんだけど、この世の真実みたいな動画だったからメインチャンネルであげたんですよ。今の生きてる人たちが借金システムじゃないですか、結局今って。例えばお家だったらローン組んだりとかさ、これ借金だからね、ローンって。携帯ですらそうじゃない。分割で買うじゃない。ほとんどの人は携帯一括で買う人多分いないと思うんだけど、そういうふうにしながら、だから働かざるを得ないような状況っていうの。でもあからさまに奴隷みたいに使うとやっぱね、倫理的な問題もあるし、だから分からないように奴隷化させられてるのは今のこの社会的な仕組みで、それがいわゆるバビロンシステムって呼ばれてるような、古代ね、バビロニアのその系譜を組んでる人たちが作ったシステムっていう風な言われ方をしてるんだけども、サブスクもそこに繋がってくるかもしれない、ね、もしかしたらそうかもしれないですよね。だって携帯のローなんかもある意味サブスクじゃない。分割で払って25ヶ月目で返すみたいなシステムもあるから、まあ奨学金が一番高いですよね、多分一般的なもので言うと何百万だもんね。だってほら今なんてさ、ハイブランドのカバンレンタルしますよとかあるじゃん。ベッドまで貸し出ししてるじゃないですか今。あれはちょっと俺も倫理的にいただけない気持ちにはなるんだけど、なんかそういうふうになんか今借金制度だったり借りるみたいな。で今後そういう世の中になっていくわけですよ。持ち物は個人のものではなく国のもの、それをお借りするっていう形になってくるのね、必ず。で全てのものがサブスクになるかもしれない。で家電だってそうじゃない。ルンバとかダイソンとかもそういうシステムで、結局まあ最終的にまあね、新しい共産主義だとかなんか今いろいろ言われてますけど、今そっちに向かってるじゃないですか。でそこに向けてじゃあ秩序を保つにはどうすればいいかっつったら、やっぱ監視システムなんだよ、中国みたいなね。元になってるものって古代バビロンなんだよね。バビロニアシステムなんですよ。まあそれこそ今インターネットもものすごい AI 化が進んだりとか、あとはそのインターネットクラウドっていうの、まあ iCloud もそうだけど、そのクラウド上にデータを保存するっていうのは結構主流になってきて、これもある意味もう場所をお借りしてるみたいな感覚なんだよね、これ。データの賃貸みたいな感じだよね。さらに言えばもうね、監視にね、それもやっぱ見られるわけだしね、結局自分で所有してるわけじゃないから。ってなるとやっぱ個人情報をより開示しないと、やっぱそういうシステムで使えなくなってくるわけで、あとほら今ビジネスなんかもいろんな個人情報をターゲットとしたビジネスにもなってるし、そういうのを何で集めてるかって言ったらやっぱり SNS だったり、まあ、YouTube とかね、そういう無料サービスだよね。あそこから今いろんな情報とか思想までもが全て吸い上げられてると。でも逆に別にその個人情報をまあ出さなくてもいいわけだしね、自由だから。そこは SNS やんなきゃいい話じゃないですか、個人情報は渡したくなければ。でもみんな自ら個人情報を今こう提供しちゃってる状況に、もはややらないという選択肢はないのではないんじゃない。でその原型が実はバビロンにはあるんじゃないかっていうふうには言われてるんだけど、バビロンって最古の都市国家って呼ばれてるんですよ。バビロン捕囚とかね、あったというじゃないですか。バビロン富豪のどうのこうのみたいな自己啓発本とかある。そうだから、あそこって結構社会システムが生まれた場所なんだよね。もっと古くからあったんですよ、社会システムっていうのは。一応そこが今基盤になってるって感じ。シュメールとかね、ウバイド人文化とかね、あの辺もかなりな社会システムがあったっていうか、でもまあバビロンは今モデルなんだけど、このバビロンっていわゆる国民をしっかりとしたシステムの中に、統治下に置いて国が成し上がった場所なんだよ。だからしっかり国民がバラバラじゃなく統一されて国としてなった場所なのね。だからものすごくその当時の政府に権力がかなりこう集中した場所だけだもん、ちゃんと集団として成立してた方から、そう、ね、でも当時っていろんな民族がいるから、遊牧民とかが多かったわけですよ。モンゴルとかもそうだしね、モルモン、アレキサンダー大王とかもあるからね、騎馬民族だしね。だから土地をあんまりこう所有してないというか、地球はもう住みかだみたいな、地球に住んでますみたいな人たちがいるわけですよ。住所がないみたいな、そうそうそう、いいよね、旅人みたいな。それをなんか、まあそいつらがね、だんだんこう日本にね入ってきたりとかもするんだけども、だからこの遊牧民とか多民族をどのようにして国に統治させるかっていうところが結構問題だったと。そもそも土地の所有概念っていうのが遊牧民にはないから、どうするかっていうと、農業とか牧畜を発明させて土地を耕させれば、その土地に定住させれば、逆にその土地に拘束することができるんじゃないかと。土地っていう概念が生まれるし、弥生人がさ日本に農耕を伝えてさ、土地の所有の概念っていうのを植え付けたのと似てますよね。だから縄文時代って別にそういうのなかった。まあ、最新の研究では稲作はしたみたいなね話はあるんだけど、農地争いみたいなのってやっぱ弥生から本格的化してるし、そこからいろんなこう戦いとか生まれてるんで、まあ、争いの種にもなったと。だからこの農業とか牧畜のせいで遊牧民が自分の土地を持つっていう概念が生まれ始めたってことらしいよね。それが今の、まあ、いわゆる都市国家のモデルになってて、でさらに、まあ、権力を固めるための政策を進めていくと。確かに遊牧民側からしてもね、ちゃんと安定して食物が取れた方が生活も安定するわけだから、絶対そっちの方がいいよねってなると思うね。その土地の頭のいいやつらとかそういうのを集めてリーダーを作って、そのリーダーによって統治システムをどんどん築き上げていったと。政府に対する忠誠心がある人たちを作ってたってことなんだよね。政府にみんな忠誠を尽くし始めたみたいな。それがいいも悪いも別として、まあ、見方変えればウィンウィンっぽくも見えるっていう、何をもって俺はこの国家の民だみたいな、何をもってそういう自我を芽生えさせたかっていうと、それがどうやらシンボルなんだっていう。つまりエンブレムだよね。だから日本だったら日本国旗とか、これをつけてるからこそ、あ、俺たちはこの国家に忠誠を尽くすんだみたいな、そういう自我がこうどんどん芽生え始めたと。だシンボルをうまく活用したんだって、このバビロンって。仲間の証みたいなね、でもこのバビロンってニムロデの末裔たちが作ったっていう話もあるから、だから今の世界支配システムの基盤になってるわけじゃないですか。ってことはやっぱりイルミナティとかフリーメイソンとかが謀略を企ててるっていうところもまあつながってくるわけですよ。あの人たちもさ、ピラミッドに目のマークとかさ、まあ、いわゆる目のマークとか、シンボルを対応してくるじゃないですか。でそれをどことなくなんか分かりにくいような分かりやすいような形で、なんかいろんなものに込めてくるじゃない、シンボルを。でそれをサブリミナル的に俺たちは吸い込まれてるわけですよ。まあエンターテインメントだったりとかね、だからなんか自然とそれを目にしてるから、だからこれがマインドコントロールなんだよね。目のマークイコールフリーメイソンだっていう、別に目のマークがあるなぐらいしか気づいてないわけですよ。でも本人はでもそのコンテンツに魅了されたりとか、その作品自体はさ、そういう人たちが都合の良い方向に向けるためのものだったりするわけでしょ。だから自然とそっちに引っ張られるようにできてんだよ。これがサブリミナルだから、潜在的な刷り込みだから。刷り込みは気づかないからね、基本的に。目のマークとかも結構あるものなんです。あるよあるよ、ピラミッドとかね、こうしてみたりとかね。まず日本の民放のねシンボルなんか全部そうじゃない。そうそう、だからそういうふうに刷り込まれてんだよ、もう完璧に。そういうのをまあだから使ってるやつらがいるってことだよね。ピクサーの映画の「モンスターズインク」のロゴとかもね、あれはなんか違う気がするよね、俺たちに対するメッセージなんじゃないかみたいな内容だよね。あとこいつらが何を作ったかっていうと、宗教を政治に持ち込んできたバビロンはこのタイミングで、いわゆる聖職者と言われる人たちが、ヒエラルキーだよね、この宗教、神とかそういう概念を使ってどんどんこのヒエラルキー構造を作っていったってことなんだよね。だから宗教っていろんなあれがあるじゃないですか、階層が、まあ、フリーメイソンですよね、階級があるぐらいだしね。だからそういうなんか宗教的なスピリチュアル的な体験をした人とか、それに対して知識がすごい人とか、そういう人たちを権力の中枢に置いていった。今でもね、どこの国の王様よりもローマ教皇がいてで一番地位が高いところね。でエジプトでもほら神官が偉かったですからね。だからバビロンでちょうどエジプトも近いからね。でそういうのもここでエジプトのヒエラルキー構造とかにどんどんつながっていったらしいんだよ。イギリス国王もね、国のトップとイギリス国教会のトップだからね。そうだからそういった、まあ、スピリチュアル的な聖職者とかそういったものがどんどんその政治的に利用されていった、バビロンでは。神の声が聞こえるならこいつが偉いだろみたいな。お前らはもうしもべだみたいな、でどんどんそこから一神教みたいな感じで生まれてきたわけですよ。いきなりさ、俺がこの国のトップやりますって言ったらなんでお前なんだよってなるわけじゃん。でそれなんでかっていうと、俺は神から選ばれたって言えば、あ、そうなんだってみんな信じちゃってた時代だからね。でもこの聖職者たちっていうのは本当にそういった教えとか神秘思想だよね、そういったものを結構ちゃんと熟知してる人たちではあるんだけど、平民こいつらには絶対に神髄までは教えないようにするんだって。でそこでもう知識でもう格差が出るじゃん。なお前ら知らなくていいんだよみたいな、ここまでは知っててもいいけど。だから日本の教科書も一緒じゃない、隠された真の歴史はもう自分でもう紐解いていろんな文献読んで取りに行かないといけないけど、与えられた情報ではもうここまでしかいかないようになってるわけだ。でそういうところから、まあ、どんどんその格差が広まっていったと。でこの上のいるやつらがまあ一番偉いっていう風な感じで、権力王族とかそのバビロンのね、その王族とかはもうどんどん権力がもう上がっていってると。自分から知識を伝えなければ知識で負けることはないもんね、だってね。だこういうところから変な邪教が生まれたりとかしてったらしいよ、一説によると。だからいろんなカルト宗教団体があるじゃない、日本も世界結構な信者を抱えてる団体とかもあるけど、本当のその教団の教えみたいなものは多分教えてくれないんだよね、一般信者には。だからどんなに教祖が狂ってても本当の教えを知らないから流されるんだよ。相手じゃ出さずにっていう意識はみんなトップの人は持って出してないってことです。まあでもあれね、もう今いっぱい乱立してるようなカルト宗教団体ってもう競争自体がそもそもっていう可能性もあるから、操られてる可能性がものすごく高いんだけど、で当時のバビロンのシステムにおいてはだからまあ信者には本当のことは教えてない、知られたくない情報は多分今のそのいろんなカルト団体も教えてない。だけどなんかこの人すごいからみたいな、なんかちょっとした奇跡はさ見せてくれるじゃない、競争。わ、すごいやこの人はみたいな、予言当てるとかだったりとかね、あ、この人すごいねみたいな、なんかいろんなこと当ててるねみたいな、そういうだからちょっと浅い部分で囲ってんだよ。だからこれ本当に今の社会に似てるよね、宗教がね政治に介入してるとかね、そういう例も日本でもありますからね、だしまあほとんどの国も、まあ、どうしても宗教国家なんでね。じゃあもうほとんどの信者はなんかにわかファンみたいな感じなの、すごい知ってるけどなんか別に知ってないみたいな感じなんだよ、ああいう団体ってだからこれはマインドコントロールだよね、完全にその上に服従するためのシステムだっていうこのマインドコントロールね、そういうものを実はこのバビロンがどんどん作ってったと。頭いいな、頭いいよねこのバビロンはしかもね土地柄的にもね征服されにくいような地形してたりするから、どんどんこうやっぱ強化できたらしいね。そういう風にしながらまあどんどんね作っていったってことなんだよね。あれバベルの塔もバビロンにあったって言われてる。バベルの塔はまあそうだから結局そのニムロデだよね。バベルの語源がバビロンから来てる可能性もあるんで、まあ十分似てるからね、語感自体はね、そういうところは作ってるっていう。それを今現代もサブスクっていうかちょっとずつ借金させて奴隷まではいかないけどっていうのがバビロンのシステムを応用してるってこと。そういうこと。結局このシステムを知らないようにさせられてるじゃないですか。本当の正しい知っといた方が絶対得でしょっていう歴史を学校でも教えなかったりとか、まあ日本は結構それがすごいですよね。別にロスチャイドの歴史なんて教えてもくんないし、もうあいつなんか金融牛耳ってるわけじゃないですか。それもだから情報を全部出しさずに小出ししかしてないみたいな。ね、ロスチャイルドの歴史なんてあんな壮大な歴史じゃん、世界史に載ってもおかしくないレベルじゃん。だってフランス革命とかも関わってるしさ、どれも関わってるね。ナポレオンもそうじゃないですか。だってナポレオンは教えるけどさ、ロスチャイルドの名前一切出てこないでしょ。ネイサン・ロスチャイルドとかさ、マイヤー・ムシェルとかも絶対出てこないでしょ。あれね、絶対教えた方が入れるで。明治維新とかもそうでしょ。フリーメイソンとかそういう秘密結社の名前って出てこないでしょ。イルミナティとかもそうだけど、イルミナティとかもねちゃんと私立として認められてるのは8年間だけだけど、それでもね十分知る価値はあるものだと思うよ。本当世界を揺るがしてるからね、あの人たちは。だけどそれを教えない、教えられない理由があるってことだよ。都合が悪いんだよ。だから普通の人たちにはもう教えない仕組みにして、その出来上がったシステムの中で一生懸命働いてくださいねって、で言うこと聞いてくださいねって。学校の世界史ってさすごい場面が点々としてるじゃん、でもそれちゃんとさ勉強するとさ全部ちゃんと流れになってんだよね。そうなんだよね、結局、まあ、今もねそういう洗脳技術がまあ今もこう使われてるっていう。で身近なところで税金の話とかも授業でやらないとかも出せないっていう、税金もね知らないもんね。そういうふうになってるってことなんですよ、税金だったり、まあ、投資だったりとか、ね、詐欺とかそういうなんかお金の話ってしないよね、一番大事なのにね、監視。だからお金の仕組みとか分かっちゃうとあれれってなっちゃうんだよ。なんかすごいやつらいないかみたいな。統率は取れなくなりそうだね。だって一部のやつにちょっとこれお金集まってないかみたいなさ、そういうのがやっぱ見えちゃうんだよね、金の流れは。まあ奴隷が奴隷って気づいちゃダメみたいな、そういうこと。奴隷が奴隷として気づかないようになってるってことなんだよ、この今の世界は。いろんなほらね、有名人とか世界的アーティストもね、この要はバビロンシステムにね支配されてるみたいなこと言って暗殺された人もまあ何人かいますよ。ジョン・レノンもそうだよ、一部の狂人に世界が支配されてるみたいな。アーティストとかが多いんですよ。アーティスト結構多いね。結構アーティストってなんか歌に歌詞にやってる人多いですよ、日本でもね。リリックに収めるんだから、あいつらメッセージをなんか伝えようとしてそういうやつがね、そういうことを言うとね殺されるっていう。オブラートに包まずはっきり言うようで、分かってる人には結構はっきり伝わっちゃうようなのが多いかもしれない。そういう洗脳体系がねこの世の中にあるんだよっていうことだよね。でもいろんな情報を知れる世の中でもあるからね、知ろうと思えば。だからいろいろねやった方がいいよ、いろいろ検索した方がいい。まあいろんなことも書いてる本とかも普通に売ってるからね、結局ね。買いなよ、俺たちも出してるからね。ある程度のことは書いてあったりするからね、そういうのは調べてやってみた方がいいんじゃないですか。なかなかモチベーションが出ないっていう人もね多いかもしれないけど、意外とね勉強してみたら面白かったりするからね。これやばいなって、やばいよ、本当に気づくことはねあると思います。めちゃくちゃ面白いから、この古代バビロンね、こいつらが本当にもう今のロスチャイルドがロックやとかああいう人たちになってるってことなんだよ。質問いきたいと思います。ちょうど花粉症の時期なんで、なんかちょうど来てたんで質問が。ダマコさん、マスク解禁になったのですが、花粉症のせいで外せない人が多いと思います。花粉症にも実は何かあると思うのですが教えてくださいっていう質問が来て、まあ一回お茶の間で取り上げた気するんですけど、1年ぐらい前に、だいぶ前なんで、まあ新規の方もいると思うんで簡潔に花粉症の裏というか、めっちゃ簡単に言うよ。日本焼け野原になったからお前らこれ植えとけって言って植えられたのがブタクサなのよ。その結果花粉が回って花粉症になった。第二次大戦後で、戦前戦後で花粉症の人数が、花粉症はもともとあったと思うけど、でも花粉症っていう病気はなかったと思うよ、名前が。春になると鼻がムズムズするなぐらいだけど、それがなんか花粉症として認定されて、治りもしない薬をひたすら毎年その時期になると投与されるっていう。悔しいよな。それで薬も売れるから、戦前と比較すると花粉症の患者がブワーって増えてるからね。俺はねまだ認めてない。今年は結構ね、俺もね鼻すっげえムズムズするんだよ。目はねまだねたまに痒くなるぐらいなんだけど、あそろそろやばいかなとは思ってるけどまだ認めてないから大丈夫。俺どんどんマシになってる気がする。花粉症ってその出てくるもんなんですか、途中急に来る。俺中学校2年生の時かな。それもなんかどういう理由とかって解明されてるんですね。わかんねえ。キャパが超えたらじゃない、その人。だからなんか今さ、いろんなこと言うじゃん。確かにね、日本政府がもう自由にしていいよって言うからね、外さねえの俺どうかと思うよ別に。まだ95%以上がつけてるからどうかと思うけど、逆のことはまた始まったよね。今までこのなんだろう、そのつけてるやつがさつけてないやつにさつけろって言ってたのと一緒でさ、今度つけてねえやつが外せとかって言ってたら、なんかまたそこも分断が始まったよね。逆マスク警察、気持ち悪いよね。もうだから自由だからもう自由でいいんじゃん。俺別に関係ねえもん、他人がしてようが外そうがね。高齢者がいるなんか病院とかそういう施設だったりとか満員電車は一応しないといけないっていうことにはなってんだよね。分かりづれえな、それもそれで。分かりづれえよな、これ国もよくねえよな。場合に応じてとかさ、おめえら決めろよって思うよな。まあその曖昧な言い方することで分断が煽れますよね。そう、結局同調圧力が働くからさ、どっちの選択しても正しいしどっち選択しても間違ってるみたいなほわほわした状態を保つ。で今ずっとしてるでしょ、まだこれ日本人いけるねってなるからね。しかもその厚労省が出してる決められたガイドラインっていうのをメディアがあんまり出してないじゃない、メディア報道でもあなたはつける派ですかつけない派ですかとかさ、クソどうでもいいアンケート取ったりとかさ、逆にでもそういうのでまだ外せないのかなと思っちゃう人多いよね。でそういうのが切り取られてツイッターとか上げられてリプランで分断された人たちがわーみたいな。そう、でも結局この今ねみんながつけてる世の中っていうのは皆さんが望んで世の中ですからっていうふうに捉えられますからね、政府から。お前らがでも望んでやってんでしょこれって、そうなるから。それがバビロンシステムなんだよって話。あ、それも当たり前じゃないですか。資本主義で上の方にいる人たちはあいつらもバビロンシステムの中にいるんだよ。だって銀行からお金借りてるんだから、その人たち。銀行が一番偉いんでしょだって。大企業の社長さんでも金融界には頭が回らないですからね。バビロン親父なんでそいつらもみんな、ね、内閣が国のトップじゃないもんね。そう、あの人たちだって下僕ですから、ね。まあバビロンは結構その血統も大事にしますから、だから今もね我々もそのマインドコントロール下にまあ置かれてるということでございます。ああ、だって国会のお偉いさんなんかさ、もう代遡ってもあんまり変わんないもんね。変わんないし、あいつら下手したら全員親戚だからね、どっかで繋がってっからね。そういう世界だからね、あの人たち。そうだよ、正月もあそこ集合なんだよ。明治まで遡ってもあんま変わんないかもしれない。変わんないじゃない。闇は深いよね。このだからいわゆるヒエラルキーというものはね、非常に奥が深くてね、支配者ですらヒエラルキーの中に置かれているということですから、我々もまたその中に巻き込まれているというだけの話でございます。信じるか信じないかはあなた次第です。これいやー、ティッシュが詰まってる。スタバじゃない、なんか生クリームマシマシみたいな。いい感じよ。